自分の命を守ると同時に信頼される人になり、人の命を助ける守る側の立場になっていくことをここに誓います。自分の命を守ると同時に信頼される人になり、人の命を助ける守る側の立場になっていくことをここに誓います。事件からの17年間に私以外の教員は異動しました。当時からずっとこの学校に勤務している教員は私だけになりました。転勤先の学校で安全管理の重要性を語り、不審者対応訓練を始めることに尽力した先生たちとともに、これからも事件の反省と教訓を語り継ぎ、社会に発信していきたいと思います。Thank you.